ルキア。気づいたか。てめえは。久しぶりだ、死神。ブルキオラ。俺の名を覚えているのか。お前に名乗った覚えはないんだがな。まあいい、朽木ルキアは死んだ。なんだと。正確にはヌベーのエスパーだと相打った。生きてはいまい。なんでてめえにわかる。我ら同胞にはすでに伝えられている、奴の能力でな。どこへ行く。ルキアを助けに行く。死んだと言ったはずだ。信じねえ。見解だが、俺を殺していかなくていいのか。てめえと戦う理由はねえ。てめえは敵だが、てめえ自身はまだ誰も俺の仲間を傷つけてねえからな。ウェコムンドに井上織姫を連行したのが俺だと言ってもか。てめえ。俺と戦う理由はできたか。よっしゃ、気合い入れていくぜ。価値のない戦いだ。今のが全力か。今のが全力か。ゴーゴーバカバカ。死ね。まだだ。死ね。バカバカバカ。死ね。まだだ。今のが大阪か。今のが全力か。遅いな。ここだ。死ね。まだだ。死ね。しっかり見てけよ。こいつが俺の挽回だ。挽回ケルサ断月。行くぜ。バカバカ。よし、こんなとこか。終わりだ。心配かけたな。でも大丈夫だ。こんなところでもたもたしてらんねえ。やれやれ。なんだと。今のが全力か。どうやらそうらしいな。残念だ。一瞬仮面を出してセロを防御したか。だがすぐ消えた。次はもう出せまい。諦めろ。
誰が諦めるかよ。てめえがエスパーダのトップだろ。ならこの戦い、てめえを倒せば勝つ。そうか、残念だったな。4だと。ああ、クワトロエスパーダ、ウルキオラシファー、エスパーダ内での力の序列は4番目だ。黒崎一護、お前が俺を倒すことはない。倒したとしても俺の上にはさらに3体のエスパーダ、お前が先度立ち上がろうと、お前らに勝利はない。ここまでだ。お前がその体でまだ動けるならすぐにここから去れ、動けないならそこで死ね。お前の道はここで終わりだ、死神。さあ行くぞ、イチゴ。僕はウリュウだ。っていうか、君はどこから出てきたんだ。悪いが、君と一緒に行動するつもりはない。何？じゃあイチゴはどこだ。隠すとためにならんぞ。勝手に探してくれ。僕はもう行くから。じゃあな。ああ、見かけ通り白くて冷たいやつだ。白は関係ないだろう。白はだいたい君だってシロアリみたいじゃないか。クワガタムシと言ってもらいたいな、せめて。もういい。どこへ行く。これから一緒にネルを探すんだぞ。それは君の用事だろう。おい待て、ついてていいから手伝ってくれ、イチゴ。ウリュウだ。ルキア、どうしたドゥヤンスコ・リンギー王国。急にでかい顔近づけんな。ビビるじゃねえか。リンギが脅かすからドゥヤンス。脅かしてねえよ。ったく、勝手についてきやがった上に想像しくてしょうがねえぜ。まったく振動に悪いでやん。スーどのチャカ、どうしたんだお前。なんなんだあのでけえ落とし穴は。で、どこだここ。あんな安い仕掛けに引っかかるやつがいたとはね。誰だてめえ。一度しか言わないけど、君の頭で覚えられるかな。僕の名はオクターバエスパーダ、ザエル・アポロ・グランツだよ。エスパーダ、ウェコムンドを仕切ってる10人の一人か。ああ、あなた様はザエル・アポロ様、ウェコムンド最高の研究者であり、あらゆる冷静兵器開発のスペシャリスト。おお、いたのかおめえ。レンジ細いでやんす。落とし穴に遅いも早いもねえだろうが。そろそろいいかな、茶番は。おっと、勘弁してくれよ。そこのでかいのが言った通り、僕は研究者だ。
ここにいればあらゆる。何を勘違いしてやがんだ。俺はてめえと喋りに来たんじゃねえ。てめえらをぶっ潰しに来たんだぜ。喋りたきゃ勝手に喋ってろ。こっちは叩っ切るだけだからよ。挽回ヒヒオ。何？挽回が？この部屋では君の挽回は使えない。なんだと？君の挽回の情報は君と戦った兄から入手済みだ。すでに対策を施してある。俺と戦った兄？名前ちゃんと覚えたかい？僕はザエル・アポロ・グランツ。イールフォルト・グランツは僕の兄だ。イールフォルトって現世で俺が倒したあいつか。出来の悪いカスだが少しは役に立ってくれたよ。そうかい、カスだな。どうせ君には勝つ術も逃げる術もない。だから暴れるなよ。できるだけ完璧に近い状態で死んでくれ。決定だ。てめえはぶっ倒す。暴れるなよ。できるだけ完璧に近い形状で死んでくれ。頼むよ、僕は戦闘向きじゃないんだ。頼むよ、僕は戦闘向きじゃないんだ。呪いよ。頼むよ、僕は戦闘向きじゃないんだ。呪いよ。頼むよ、僕は戦闘向きじゃないんだ。楽勝だな。飽きた。何？君の残白刀は何の面白みもない、ただのパワータイプだ。形状変化の理論も実に単純だった。失礼を百も承知で言うが、正直もう見るべきところがないんだ。僕が手を下すまでもない。君の相手はフラシオンで事足りるだろう。ずいぶんなやられようじゃないか、アバライレンジ。てめえは壁三枚向こうまで冷圧が響いてきたもので。椅子だ。これはこれは新しいお客様か。